確かお前暇なんだろ。いやそんな暇ないっすよ。毎日毎日お前お店来てる。いやいやベッド見に来てるっていうあれですか。お前この間買ったじゃねえかお前。いや買いましたけどやっぱ暇だ。あいらっしゃいませ。どうも。えなんかお探しですか。あもしよかったらそこにあのうちの店員いるんで。わしわしですか。うんちょっとなんか、うん、おすすめしてあげて。かしこまりました。あいらっしゃいませ。どんなのこうお探しですかね。ああそういう感じですね。どういう感じ。まあでもまあいいや、うん、まあ可愛い子メスをお探しですね。ってことは、まあ、その一番右の子が東条っていう子なんですよ。おい幸子、はい、それお前勝手に名前つけてる、ね、いやいやいやそんなことないです多分。ああ大丈夫。東条ですね。あそうです。東条です。東に城と書いて東条でございます。まあ、なんかよくわかんないけど東条と、まあ、この子はねすごい可愛いんですけど自分に自信がない子なんですよね。幸子、はい、違うごめんね邪魔しちゃった。はい。で、まあ、その隣の子はみのりんっていうねちょっとピンクのヒレがね可愛い感じで。みのりんですね。で次はあいつ何言ってんだよ。次はちょっとねあの正式なあだ名なんですけどちょっと卑猥に聞こえるかもしれないですけど、アナルっていう子なんですけどそれいいのかそれ、うん、ナルっていう子なんですけどその子はねいい結構片思いしちゃってる感じするんですよね他のベタちゃんにね。お客さん納得しちゃってるよ。うん。でその隣がですねいつきちゃんっていう子なんですよ。かわいい模様が星みたいになってるんですよね。かわいい。大丈夫かあれ、うん、あ結構ねこの子餌いっぱい食べるんでぜひかわいがってもらえると思いますよ。なんか名前変なのばっかりあいつ言ってんな。いやで他に違う子はですね、まあ、京子っていう子がいまして、その子はキャンキャンだ。結構ねアグレッシブに動くんですけど結構気も強いんですけどまあでも結局潮らしい感じもあるっていうすごい強さと女の魅力というかていうか幸子、はい、店員に向いてんな。あと次私のおすすめはやっぱこの子で小野寺っていうんですけどなんかすごい気弱そうなんですけどやっぱ芯はしっかりしてる可愛い子ですよ。あいつ営業で雇うか。どうですか。まだ違う子を探しですか。この子は本当にあんまり私が手放したくないんですけど由比ヶ浜っていう子なんですよ。海岸もうやっとすごい、ね、もう挨拶はイエッハローって言ってあげてください。そうするとねめっちゃ寄ってきますんでぜひ餌あげる時にもイエッハローって言ってあげてね。すごいお客さん気に入ってるよ。よかったです。大丈夫なんだな。うん本当そんな感じですかね。この隅っこにいる子ですか。あこの子は西野って言うんですけどあ全然あの私、うん、なんかあのオスのベタに結構色目使っちゃうんであの私100円でいいですよ。どうぞ100円かよ。あいつ勝手に決めてるやん。どうぞありがとうございました。またお越しください。おお100円かあれ。100円ですよ。だって私西野好きじゃねえっすもん。なるほどね。はい。で誰